アルピー酒井 &SBS ヤ橋名ムスアナ共演ラジオで結婚制発表一緒にいてやっからずっとなお笑いコンビアルコピースの堺井健太38と静岡放送 SBS の矢橋名ムスミューアナウンサー27が2日共演する同局ラジオまだ帰りたくない大人たちへチョコレート7 7イと火曜後7.00ミ出演し近く結婚すると発表した 私、坂井健太と、矢橋しむすは結婚します。婚約中ですと報告。二人は2019年4月にスタートした同番組で共演してきた。入籍日は未定で、近々、結婚します。今後は夫婦でパーソナリティを担当する。この日、矢橋アナに静岡の美容院を紹介してもらったという坂井は、うちの神さんと冒頭からフライング、報道があったから、 今日はいろいろな人が聞いていますから、ちゃんと言わないとと水を向けると、矢橋アナは、緊張する酒井は、新妻に、大丈夫だつうの。一緒にいてやっから、ずっとなとのろけた。酒井は0 6に平子祐希、42とコンビ結成、12年、DHE MANZAI3 位、13年、キングオブコント7位、JFN 系列のラジオ、 有吉弘行の SUN で NIGHTDREAMER、e e、に不定期出演している平子は07年に結婚愛妻家として知られる。八橋アナは李教大学卒業後、17年4月に愛媛朝日テレビに入社し、19年3月に退社、19年4月に静岡放送に移籍した。出身の群馬のローカルアイドル赤木団に所属したことも、 父は元競輪選手の矢橋誠司。